はじめまして、ウクレレタミです。はじめまして、普段ドラマーなんですけど、はい、今年からウクレレ始めました。はい、なのでちょっといろいろやらかしますけど、よろしくお願いします。ではですね、最初今時期の曲を持ってきましたね。いきます。ただ過ぎてゆく、何にもできない。
めっちゃ変でしょ、うん、そういつもね、ドラムで引っ込んでるんで、センター立つのすごい緊張するんですよ。そうね、そうなんですよね。そう、あのエルトピートさんは、私実はね、3周年の時から、ね、うん、あのお世話になってました。3周年のお祭りの時にロクさんと一緒でしたね。そうですね、はい、ビリバチというバンドの、はい、仲間でやってました。BD バッジを出したら全然君らと僕ら何やってたかねって感じだよね。そうですね、今のもね、今の、うん、そうそうそう、はい、どうぞ、ね、で、そうそう、で、随分長い付き合いで、はい、うん、毎月1回は出てたようなね、感じでしたね、うん、で、その後、まあいろいろあって、カングルもね、関西ブルースオールスターバンドでしたっけ、はい、ロックさんのね、ユニットはありますけど、アジアにもちょっとね、アコースティック部門な感じですかね、はい、で、ご一緒させていただいて、一時期、はい、で、やっぱりここ、いっぱい出てましたね、はい、あのところもね、はい、うん、なんですよね。そう、で、時が経って、そうそう、でだ、ちょっとだけ離れたけど、今度は前健さんってよくここにね、出てる方がいますけど、前健 with イノセントビートっていうバンドの一応メンバーでした、箱系なんです。ネーミングがもうダメだ。ネーミングがね、そう、で、今年にちょうど3月ね、企画がね、あったんですよね、前健さんのね、で、それが作れちゃってね、そうなんですね。それがちょっと残念ですね。今日はずっと恨み事で行く。いや、恨み事じゃないですよ。そうそうそう。いやいや、でね、その後に、6月に、まあいろいろ周りもコロナなんだってね、いろいろ大変な時に、こちらに呼んでいただいたんですよ、6月に。それは、ここ月1でやってるリーチ山下さんとタルタニさんの、なんだっけ、タイトル忘れちゃった。何ですか？何でしょう？ドントコイ。あ、ドントコイ、ドントコイセッションですね。それと組み合わせて、マイケン・ウィズ・ジーのセントビートが出た時に、ウクレレ谷名義で出たのが初めてなんです。だから今日2回目ですね、実はね。お客さんいなかったですけど。あと身内しかいなかったね。はい、というわけで、人前でとても緊張してます。というわけで、私はオリジナルと、あとオフコースが大好きで、さっきちょっとリハでオフコースやってましたけど、なんでそれを組み合わせてやってる感じですね。はい、よろしくお願いします。はい、バーボンにしか見えねえんだけどな、それ。あ、バーボン、アイスティーです。あー、そう、なんか炭酸はね、なんかゲフって言うかなと思って、うん、炭酸好きなんですけど、後で炭酸飲みたいと思います。はい、では次ですね、ちょっとオフコースやります。ちょっと待って、はい、ちょっと暗いんですよね、僕ね、下げすぎちゃった。いきます、頑張ります。僕もしたように愛するこの国の戻れない、もう戻れない、あの人がその度に許して僕はこの国の明日をまた思う、広い空よ僕らは今どこにいる、頼るものない
Bye.
い、おめでとうございます。選曲が抜群だな。そうですか。ツボっす。ありがとうございます。あとね、オリジナルでいこうかなってますけど、あの、ウクレレを始めたきっかけっていうのは、あの、私、マイタのワミンというところで喫茶店で、あの、イベントをやってます。で、あの、そこでね、オープンマイクをねやってて、丸今年で3年、来年4年目なんです。でね、奥さんにオープンマイクは何ぞやってとこからあのご指導いただき、最初ね、ほんと3年前で、六さんとマイケンさんよくあの毎回来ていただいてました。で、私何もできないんです。あのドラムとカホンしかできないね。で、打楽器できてもホストって務まらない、誰か やりに来てくれないと。なので、そう、歌える人、ギター弾ける人ね、あの、いないと本当困るんです。で、そう、そのうちね、まあ、あの、だ、私もだから最初3年前は小田す、ここにね、よく来てたから、ここの演者さんをいっぱいね、毎田に呼んでやってたんですよ。で、徳さんのね、あの、こう、あの、この人のつながり、愛犬さんの人のつながりをこうね、あの、で、連れてきてもらってやってました。で、そのうち、そのうちで、去年、一昨年ぐらいまで高尾屋さんっていう人もね、ここに来ますけど、とやってて、で、彼とは、あの、まあ、カホンであったり、ドラムだったりしてね、で、一緒に絡んでやるようになったんですよ。で、そうすると、まあ、毎回オープンマイクも来てくれて、一緒にそこでやれるんで、よかったんですけど、今年、いつからかな、今年から一緒にやるのをやめちゃったんですよね。で、困ったな。で、誰もいないと本当困るんで、で、ウクレレ始めました。話長いですね。そうなんです。で、なんですけど、まあでもね、あの、本当に幸いなことに来てくれる人がいっぱいいたので、なかなかね、あの、やる機会もたまにしかなかったんですが、まあ、今年はコロナがね、ありまして、やっぱりどんどん人が減ってきて、なのでなんですけど、で、そのうちね、あの、まあ、やってたら面白くなっちゃったんですよ。それでどうせやるならオリジナルを作ってステージに立ちたいなと。だから最初の目標は、今年1回こういうステージが、あの、12月まで立てればいいなという目標で、オリジナルを徐々に増やしていけたらいいなっていう、こう、夢だったんですけど、そんなこと言ってらない、もううちのお店も演者さんがね、欠けちゃって、あの、代打やったりとかね、いろいろやって、なんで、オフコースのカバーをガーってやりながら、オリジナルも作ってってやってると、はい。で、ここも2回目ですし、そう、他もね、あの、ライブハウスでも、あの、呼んでいただいたりとかして、はい。って、なんですよ、はい。というわけで、オリジナルが増えました。はい、というわけでやりますね。ね、次やる曲は、ワミンって喫茶店は40年以上やってるんですよ。で、そこでね、ちょっとよ、人呼びたくてイベント始めたんですけど、で、娘40年やってると、あの、いろんなお客さんに会います。おじいさんがね、あの、お世話になったおじいさんがね、もう亡くなっちゃったんだけど、あのね、きっかけはちょうど去年の今頃、急に突然亡くなったおじいさんがいて、で、わーって詩ができて、わーって曲ができた曲を歌います。はい、ある店の情景はみんな歌です。いつもの当たり前の光景、過ごしていた日々は昔、国語の
しをしていたんだよ。ショートピースを吸いながら俳句を作るのが好きで、電子メールを覚えた頃は毎週月曜の朝に送ってくれてたね。お日いかがお過ごしか。俺はあんたのじいさんに世話になったんだよ。来てはちょっかいを出して寂しがりだったよね。なあドラム教えてよ。俺ジャズが好きなんだ。足がうまくできないや。スティックはこう持つのか。一番にやってきて、おはよう今日はお嬢さんかい。タバコを吸いながら囲碁ゲーム、長くなった灰を落として、話せば知識がとても豊富でいろいろ教えてくれた。過ごしていた日々は当たり前じゃないんだな。心の中で今までありがとう。明日はまたやってくる。
やっぱロックだね、君はね。ああ、そうですかね。